秋田県湯沢市岩崎地区に古くから伝わる鹿島様、藁人形千早城の戦いで、武者に見立てた藁人形を作り、甲冑を着せている、洋子藁人形は、藁を束ねたり、編んだりして、人間の形を模した人形である。古代中国では、数霊、内誌数人と呼んだ。死者の埋葬の際に服装品として用いられるほか、 牛の時参りにおいて用いられる呪いの道具の一種としても知られる。それに関連して、怪奇映画などでは、恐怖を象徴する小道具として用いられることもある。日本では、平安時代、薬病が横行した細病魔を駆逐するために、藁人形が道端に立てられることもあったほか、田畑を食い荒らす害虫を駆逐するために、藁人形を掲げて、田畑を歩き、 その後川に流すという習俗もあった。合戦などでは敵をか乱するために、藁人形に甲っを着せて、人間の武者に見立てることもあったと、軍旗物語などで言及されている。牛の時参りにおいては、作法として五寸釘を使い、牛三時に相手と同調関係を得ているものを埋め込み、藁人形に釘を打ち込む。なお、寸イコールセンチメートルであることから、 五寸、イコール15.15センチメートルとなる。このような全長の長い釘は、ホームセンターや金物屋には通常は置いていないことが多く、入手は困難である。なお、五寸釘には、大五寸、並五寸、中五寸がある。役よけの道具として用いられることもあり、例えば、岩手県和賀郡の旧湯田町白木屋地域では、藁人形に、 集落の役を背負わせ地域の外に送り出して、無病息災を祈る風習が残っており、この白木や人形送りを題材にして、同地域の国道107号線沿いに、日本一の大きさを誇る、藁人形が置かれている。藁人形は、人型のみならず、馬など獣を模したものも作られる。有名なものとして、新潟県柴田市における、柴田の藁馬、岡山県のうかのこと,こと馬、 福岡県のアシ屋アの発作荒馬などがある。民法第94条に項における転得者の扱いという法律上のテーマの中で絶対的公正という法理が用いられた判例をきっかけに藁人形という言葉が用いられるようになった。この法理は民法上取引の際に意思の献血や歌詞ある。 意思表示があっても、権利が点々と移転される過程の中で一人でも、善意の第三者が出現した場合、それ以降の転得者がたとえ悪意であっても、絶対的確定的に権利を取得し、権利者として保護される、というものだが、常実の判例では、その途中に現れた善意の第三者が、悪意者が、意図的に介在させたダミーでない限り、という留保をつけている。 そしてこのダミーのことを判例では、藁人形と呼んでいる。なお民法上の悪意、善意は、社会通念のそれと異なり、事実を知りながら、事実を知らずの意味に過ぎず、藁人形とは、何の関わりもない。ありがとうございます。